新型コロナウイルスの法律上の位置づけについて、政府は今年5月8日に季節性インフルエンザ並みの5類に引き下げる方針を固めました。岸田総理大臣は今日、総理官邸で加藤厚労大臣や後藤新型コロナ担当大臣らと協議し、新型コロナの感染症法上の位置づけを大型連休明けの5月8日に2類から5類に移行する方針を固めました。政府は移行時期の1ヶ月程度前に感染状況などから移行が可能かを最終的に確認することにしています。また5類移行後のマスク着用は屋内外問わず個人の判断に委ねる方針とし、医療費の公費負担については段階的に縮小する方針です。さらに5類には飲食店の営業制限やイベントの入場制限など法律上適用されず、経済活動が大幅に緩和されることになります。